はい、ユタポンです。まあね、今日の俺の手術っていうことでね、まあ今日はね、まあ、複合冠動脈バイパス手術かな。まあ複合冠動脈バイパス手術っていうのかな、なんだろう、あの他の手術とこう複合手術で、まあ、バイパスやりますよっていう時にね、まあ例えばまあバルブね、AVR プラスバイパスとか MVP プラスバイパスとか、あとはまあ大動脈ね、トータルアーチプラスバイパスとか、まあいろんなやり方があるんだけども、まあその他のね、まあいわゆる、まあそれはね、まあ僕がオフポンプでやってるからっていうのもあるのかもしれないけども、まあ、他のポンプを回す症例にバイパス手術をね、あの加えるときに、まあどういう順番でね、つないでいくのがね、いいのかなっていうのをね、ふとまあ思ったんですよ。まあもともとね、まあ僕のルーチンもあるんだけども、まあみんなどうやってんのかなと思ったんだけどね、まあそれでね、ちょっと簡単にねお話ししようかなと思いますけども、まあね、僕はね基本的にはね、単独バイパス手術っていうのはほぼほぼ全例オフポンプでやってるから、まあ貫通できてるから、まあそれでいいんだけども、まあさっきも言ったようにね、他の手術とオンポンプ手術と組み合わせる場合って、まあどういうやり方があるのかなと思ったんだけど、まあね、ポンプ回す前にオフポンプでバイパスをつないじゃうっていう先生ってそんなに多くないと思うんだよ。まあ確かにね、ポンプ時間も短くなるし、遮断時間も短くなるけども、まあどうせポンプ回すんだったら、まあポンプ回しちゃっていいのかなっていうのは一つ僕はねあるんだよね。だからまあ実際にどれぐらいの割合でいるのかわかんないけども、まあオフポンプでつないでポンプ回す先生っていうのもいるけども、まあ僕はそれはあんまりやんないんだよね。でまあポンプ回してオンポンプビーティングで遮断する前に、心臓を止める前にオンポンプビーティングでつないじゃって、でまあ心内操作をするっていう先生もいると。うん、であとはね、その遮断してしまって、オンポンプにしてアレストにして遮断してしまって、まあ心内操作をするなりして、まあもしくはどうなんだろうね、遮断してアレストにしてバイパスして心内操作、もしくはまあ遮断して心内操作しアレストにして心内操作してバイパスなり、まあとにかくアレストでつなぐっていう人とね、まあいるんじゃないかな。まああとはその遮断解除してね、遮断解除して、まあ解除してからビーティングが出てそこでつなぐっていう先生とね、まあいろんな先生がいるのかな。まああとはグラフトにもよるんだよね、多分ね、イン最中グラフトメインの先生と、まああとは僕みたいにね、サフェナとか、まあラディアルとかみたいにフリーグラフトメインの先生とっていうのはやっぱりちょっと考え方は違うかもしれないんだけども、僕の場合はですね、基本的にはオンポンプにしてビーティングで末梢吻合をやっちゃって、で、心内操作して、で中枢、まあサフェナだからね、僕の場合はね、中枢吻合を遮断中に、まあ遮断中にしかできないしから、まあどっちみちね、パーシャルクランプで噛み直すっていうのはめんどくさいから、だからまあアレストでまあ中枢吻合だけして、であとはビーティング、ビートが出たところでまあリターをつないでいくっていう形が多いのかな。でこの前ね、まあね、ふとね何を思ったかね、 LAD をね先につないだんだよね。まあリタ LAD つないで、サフェナの末梢ビーティングでね、ビーティングでオンポンプビーティングでリタ LAD つないで、サフェナの末梢つないで、でアレストにして心内操作して、で、アレスト中に中枢、サフェナの中枢をつないで、遮断解除で手術終了になったんだけども、まあリターはね、まあいつつないでもいいのかなと思うんだけども、最初につなぐとね、やっぱりそのリターをまた感度かなきゃいけないとか、また遮断解除した時にね、リターの遮断解除もしなきゃいけないとか、まあちょっとまあめんどくさいなっていうのと、あとはそのリターを先につないじゃうっていう方ありだけども、まあリターを先につなぐとね、その
まあインフローっていうか、まあ固定されちゃうでしょ、リタがね、中枢と末梢で固定されちゃうから、だからなんかの拍子にこう引っ張られた時に下げちゃったりとか、なんかそのまあちぎれちゃうっていうこともあるのかもしれないけど、まあそういうね、なんかの操作中にふとした時にね、損傷してしまう可能性があるんじゃないかなっていうのがあるから、僕はね、リタの吻合っていうのは、まあ信頼操作が終わった後にするようにしてる。で、あとサフェナに関しては、なんで中枢、あ、末梢か。なんで末梢吻合をビーティングでやって、中枢をまあ、レストで縫ってるのっていう話なんだけども。で、ね、それも信頼操作の前に末梢吻合して、信頼操作の後に中枢吻合してるでしょ。まあ、なんでなんですかっていう話なんだけども、これはね、多分ね、まあ、多分じゃないんだけど、これはね、もしね、その例えばまあセレクティブなり、まあルートなりで心筋保護液を入れた時に、まあそれこそね、CTO の部分とか、まあそういうところに心筋保護液が行き渡りにくい可能性っていうのがあるわけよ。もともと狭窄があってね、血流が悪いところだから、心筋保護液が行き渡りにくい可能性っていうのがあるから、バイパスのフリーグラフトを末梢吻合しておけば、そこからね、心筋保護液をフリーグラフト、サフェナの中とかね、まあ僕はサフェナだけど、フリーグラフトの中から、まあ心筋保護液を直接ね、その狭窄よりも、後の冠動脈に流し込めるっていうのがあるから、だから僕はアレストする前に、遮断する前に、大動脈遮断してアレストする前に、サフェナの末梢吻合をつないでおく。で、心筋保護液って入りが悪いなとか、まあ止まりが悪いなっていう時はサフェナからちょっと追加して、行ったりもするっていう形にしてるから、だからサフェナは遮断の前につないでおくし、中枢吻合はしないでおく。で、中枢吻合に関してはやっぱりアレストでしかできないから、で、まあね、アレストでするんだったら、まあやっぱり最後にね、信頼操作が終わって、まあ脱点が脱点っていうかね、まあそういうのが終わった後に、まあ最後にね、中枢吻合して遮断解除っていうのがいいのかなと思って、そうやって、で、まあね、リタをね、先に、この前ちょっとね、なんか、ポンプと間違ったわけじゃないんだけども、まあなんとなくね、リタのフローをパッと見たらね、そのまんま繋いじゃったんだけど、誰もなんか指摘してくれなかったけど、なんかまあね、昔ね、どっかの施設に見学行った時に、M 弁の時にね、その、リタ入れる最初に繋いでた先生もいらっしゃって、その繋ぐ順番ってどうしてるんですかっていう話をしたら、なんかね、バイパス手術の時は、バイパス手術をね、複合手術としてやる時は、繊細な手技をね、先にやっといた方が、なんかいいかなっていうことを言ってた先生もいらっしゃった。まあ確かにね、こう、細かい、吻合が必要になってくるから、まあバイパス手術ってね、だからまあ確かにその集中力が切れる前っていうか、まあ、切れるわけじゃないんだけど、まあそのまだフレッシュなねフレッシュな時に繋いじゃった方がいいのかなとも思ったこともあった。でもやっぱりまあインサイチューグラフトを最初に繋ぐってね、例えば心臓脱点、まあ心内操作で脱点することはないけど、いろんなとこいじったりとかしてる間に、なんか避けちゃったり引っ張られたりする可能性もなきにしもあらずだから、だからあんまりその固定したくないっていうのがあるから、まあ僕は基本的にはね、まあリタ LAD は遮断解除後につなぐことにはしてます。で、あとはまあサフェナに関してはさっきも言った通りだね、だからまあそういう感じで繋いでますよっていうことだね。まあ、最近やっぱりそういう複合手術も多いからね。そうだね。そう、動脈硬化が増えてるのかな。それともまあ高齢化社会で高齢化になってるっていうのはただ単に理由なのかもしれないけどね。まあね、バルブで精査したら冠動脈狭窄もあるよとかね、いうこともあるので、まあそういうことなのかなと思うけどね。まあ僕はそういう順番で繋ぐようにはしてますし、まあ多分僕なりの理論は筋は通ってると思ってやってるから、まああれなんだけど、この前ちょっと順番間違えちゃったね。おろっと思ってね、あれそういえばあまりね、その時は気がつかなかった。その手術の後になんだかね、手術オペ記事書いてた時かな、なんかの時にな、あれ
そういえばなんか今日リタ先つないだなと思ってね。まああとはね、サフェナをね、その遮断前にね、ビーティングでつないじゃうっていうのは心筋保護液のこともあるんだけども、あとはね、MVR とかの時はね、やっぱり人工弁が入った状態で心臓を脱点したくないから、まあそういうのもあってね、末梢吻合を脱点するようなね、操作を含む末梢吻合っていうのはまあ先にやっておくっていう、そういうまあ理由もあるんだけどね。まああなたの施設はどうでしょうか、どういう理由でね、どういう形でつないでるんでしょうかね。まあいろんなねやり方あると思うんでね、いいとは思うけども、まあ僕はそんな感じでした。それじゃバイバイ。まあ動画でも言ったけどね、まあインサイチューのグラフトメインなのかフリーグラフトを使うのかっていうところにもまあよるとは思うんだけどね、まあ僕の場合はインサイチューはリタしか使わないし、基本的にはね、まああとはまあフリーグラフトはサフェナーしか使わないので、まあそのあたりでね、そういうふうにルーチンっていうかね、まあやり方は決まっちゃうっていうところはあるんで、ただやり方はね決めといた方が楽だし、フィードバックも聞くし、まあこれはまた話すけどね、いいと思うけどね。それじゃあ。